はいどうもビバです。皆さんこれ見てください。水作のパネルフィルター使ってるんですが、カーボンフィルターに交換しました。ごめんなさい、嘘です。汚れて真っ黒になっただけです。今回はそんなのはどうでもいいんです。ここまで汚れて交換しないのかよっていう話なんですけど、そんなことはどうでもいい。今回はこちら、以前作った爆斑石にウォーターフェザー巻いて作ったウォーターフェザーボール沈めるのか、浮かべるんじゃないんですね、沈めるんですね。こちらの爆斑石ウォーターフェザーボール、いわゆる BWFB ってやつですね。これがですね、ちょっと本水槽に入れてたら苔、この白いホワホワした苔、白いホワホワ苔 SWWK みたいな無理だ。これ何、白ひげ苔ですかね、言うなれば。なんか毛みたいな毛が生えちゃ、毛みたいな苔が生えちゃって、これをなんとかしようと。ウォーターフェザー、せっかく綺麗な水草なのにこんな苔生えてたらダメだぞっていうことで、この苔を取り除きたいと思います。ただウォーターフェザー繊細なので苔引っ張ったら抜けちゃいそうなので、整体で処理したいんですが、ブラックモーリーではなく、サイアメズフライングフォクシーではなく、ヤマトヌマエビーではなくて、こちら南沼エビ、こちらを使いたいと思います。南沼エビなんですが、なんか世代を重ねるにつれて小型化するっていうお話を聞きまして、この専用水槽にいる南沼エビもなんかちっちゃくなってきたような、そんな気がします。まだ子供なのかな、サイズはちっちゃいですけど、まあ頑張って苔を食べていただきたいなと思っております。で、うちにはヤマトヌマエビもいるんですけど、2匹しかいないんですよね。で、こっちの南はたくさんいるので、まあ、量より質、違った、質より量、数で攻めたいと思います。で、今回このウォーターフェザーの苔を取るために約30匹ほどの南ヌマエビをこのプラケースに入れました。30匹って言ってもなんかパッと見10匹ぐらいにしか見えないんですよね。なんででしょうね、あのゴキブリ理論と同じですかね失礼ですね、それね、いろんな方面に失礼ですね。まあ30匹入ってます。この30匹の南ヌマエビでこのウォーターフェザーの苔をちゃんと取れるかどうか見ていきたいと思います。実験期間は3日ぐらい。はい、それでは実験初日、映像では南がちゃんとつまつましているんですが、エビを入れてすぐ苔に飛びつくわけではなくって、なんか水槽の中をなんか所在なさげに泳ぎ回るっていう状態がしばらく続きました。これは何なんでしょうね、落ち着かない状態というか、そんな感じで、しばらくしたらようやく水草とかこの石とかにガシッとしがみついてつまつまを始めたと、そんな感じでございます。今更ではあるんですけど、この苔はなんていう苔なんでしょうね。なんかホワホワっていうより綿あめみたいな感じ、あのなんて言うんでしょうね、昔家の断熱材で使われてたグラスウールみたいな、そんな感じ。キラキラしてるんだけど細かくて柔らかそうな、そんな苔、なんて言うんでしょうねこの苔。万が一南がこの苔を食べないとなると、この動画は何なんだっていう話なんですが、まあ動画として公開されたということは結果はお察しください。うんちょすしましたね。あ、お食事中の方は今日は何食べたんですか怪
謝らないスタイル。はい、実験2日目ですね。正直あんまり変化はないように感じています。苔の量もそんなに変わってないですし、南は結構働いてる素振りはあるんですけど失礼ですね、働いてるんですけどあんまり減ってないですね。30匹だとちょっと足りないんですかね。プラケースは15センチくらいのダイソーの一番小さいサイズの虫用のプラケースを使っています。なんかイメージだともうちょっと苔を食べててくれても良さそうだったんですが、まだ2日目ですからね、折り返し地点なので頑張っていただきましょう。うちの南透明ですね。なかなか綺麗ですね。あー、ここはちょっと苔の量がすごいですね。でもこの子は腸にちゃんと食べたものが詰まってるのが見えるので、頑張って苔掃除してくれてるんですね。頑張れ、ウォーターフェザーをきれいにしてくれ。はい、それでは実験の最終日、3日目です。飼い主的に甘めに見ると苔食べてる食べてくれてる。だいぶホワホワした部分はなくなった気がします。これはエビが食べたのか自然消滅したのかちょっとわからないですけど、エビ食べてくれたと信じたいですね。あ、こっちは結構綺麗なんじゃないかな甘い、エビに甘い飼い主。いやでもホワホワしたところは本当にだいぶ少なくなりましたね。なんか苔の芯みたいな硬そうな部分が残ってるかなっていうイメージですイメージじゃダメな、結果です。実験の1日目と比べると明らかに苔が減りましたね。ちょっと映像の場所は違いますがね、明らかに違う。ずるい、ずるくない。ほら、だいぶエビ頑張ったんじゃないですか。私はエビを褒めてあげたい、エビを褒めてあげたい、そんな気持ちでいっぱいです。はい、というわけで南沼エビはちゃんと苔を食べてくれているのかという実験動画でした。結果は見ての通りちゃんと苔は食べてくれているようです。ただ30匹という、大量投入しないといけなかったので、やっぱり大和沼エビ様はすごいなという結論ですねいや南もいいですよ。僕最初の方南沼エビしか買ったことなかったんですが、なんかネットとか YouTube とかで大和の苔取り能力すごいっていうのを聞いてお迎えしたというか、ショップに行って見てみたら大和でけえなっていうのが最初の印象でした。あのでかさすごいですよね。南しか見たことない僕にとってはかなりのインパクトがありました。もちろん苔取り能力考えると大和検討するに十分値するんですが、
コケ取り生態プラス見た目の可愛らしさっていうのも選ぶとすると、南沼エビは結構候補に上がるんじゃないでしょうか。安いですしね、水槽内で増えるのもありがたい。というわけで最後の話脱線しましたが、ウォーターフェザーのコケ取りに南沼エビを使ってみたというあれそんな動画でしたか。ちゃんとコケは取れたぞっていう動画でした。今回もご視聴ありがとうございました。なかなかのグダグダっぷりでしたが、こんな感じの動画アップしてますので、もしよろしければチャンネル登録、コメントなどなどいただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。